はい。これが先ほどの60、リファレンス6075。これビッグバブルの裏蓋ですね。もうめちゃくちゃ膨らんでます。めちゃくちゃです。こんなに膨らんだ時計をロレックスもよく作ったなと思いますよね。まあ過渡期なんでしょうけど、どうしてもアメリカ向けに大型の日付のついた時計を作りたかったんだと思いますね。もう先進性はありますよね。このあれですね、時計にすごい時計のなんていうのか、エポックメイキングを作ったという、もうまさに今の、まあ、80年代ぐらいまでの時計まではもうほぼこのデザインですからね。すごいですよね。それでですね、この機械なんですけど、見えますかね？ルビーかな？チュエリか？トゥールビー。要するに、二石って入ってんですね。すぐ笑っちゃいますよね。いくらなんだって二石ってことはないだろうと思うんですね。いくらなんだって17石が入ってんだろう。まあ、これもロレックスの戦略で、当時のアメリカの時計を保護するために、アメリカの時計メーカーのように石が入ってると、たくさん入ってると、たくさん税金かかったんですね。だから、このロレックスっていう一流会社といえども、アメリカに少しでも安く時計を輸出するために、わざと2石ってしてますね。面白いですよね。17石以上あるのにわざと2石ってしてんですからね。はい。それで、相変わらず機械を、覆ってるんですけれども。でも、あれですね。メンテ性を良くして、テンプのところはこう、見えるようにしてあって、調整ができるようになってますね。これはもうすごい、なんていうのかな、進歩ですよね。調整ができます。微調整できるようになってます。で、これが裏蓋ですね。リファレンス6075。ステンレスのコンビです。これでちょっと2ピースと3ピースですけど、ちょっとこの時代のロレックスになると、バブルバッグの構造とは違うので、これは金無垢じゃないんで、3ピーですけど、ベゼル、ミドルケース、裏蓋というふうに、ここでも3つ分かれる構造に、これはなってます。ただし、金無垢モデルは2ピースですね。で、このところからもうロレックスの今のデイトジャストに至るまで、3ピースの構造は、バブルバッグの時代とは違って、シリンダーはなくなって、ベゼル、ミドルケース、裏蓋というふうになりますね。まあ、これコンビですからそうなってますけど。この A の296、ビッグバブルバッグの機械ですね。まだまだバブルバッグの NA の影響をすごい受けた機械ですよね。それでもこのサイズ感、デイトジャストともうほとんど変わらないですから、今でも十分通用する、使用できて、使える、性能あります。